虹の松原一揆は、明和8年に、非全国唐津藩で発生した一揆である。唐津城に近い虹の松原に集結した農民が、新税の撤回を要求、藩に、これを認めさせた。なお、虹の松原は、明治時代以後の古障であり、当時は、二里、松原と呼ばれていた。この事件も元は、松原よりと呼ばれていた。当時の唐津藩主、 水野忠だ市が課した農民への増税に対して不満が高まり、これに対して一揆が計画された。虹の松原は、もともと唐津藩の初代藩主、寺沢広隆の命令で植林された暴風林であるが、当時は幕府の直轄領となっていた。唐津城にも近い松原に集団で立てこもることで武力的に威嚇するとともに天領での事件ということで幕府から、 カラツハンへの処罰をも懸念させる事態とした。また、役人たちに発覚しないように、統制の取れた行動ができるよう、緻密な計画を立て実行された。最終的には、武力的衝突もなく、一滴の血も流さず、農民はカラツハンに増税を撤回させることに成功した。しかし、面目を潰されたハンは、以後厳しい取り調べを行ったため、その翌年、 指導者であった、富田西次ら4人は見かねて、首を差し出すことで合意、西の浜で処刑されることでこの事件を終結させた。ありがとうございます。